買ったんちゃう買ったんちゃう来た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 。そう、血の指狩人、そう、こいつ実は一緒に戦ってくれるっぽいので、ちょっとね、やってやろうじゃねえかっていうところなんだけど、あれ、バレた、バレてる、あれ、あ、召喚してるときは呼べない、呼べない、嘘、召喚してるときは呼べない説、マジか、マジか、よいしょ、やばいですよね、そうなる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 、召喚ゆら頼む、ゆらゆらゆら玉ゆら玉ゆらゆらちち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 揺れた力が湧いてくる長男私せい、だから飛ぶのずるいって、飛ぶそっち行くんか、ゆら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 揺らってる揺らってる、ぬぬぬぬぬぬぬ、あちゃ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 、危ない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 、お前ほんとこのフィールドのボスってやりやすいのかなと思ったりするけど、やりにくいとか思ったりもするよね、せい、オッケー、体力はそんなにあるわけじゃないのか、よいしょ、遠い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 、でね、こいつね、尻尾ビンター、よし、飛んで逃げるのも飛んで火にいる、夏懐かしい、よいしょ、倒れろ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 、オッケーオッケーオッケー、ああ切れてる、切れてないっすよ、全然切れてないっすよ、切れてない、全然切れてない、ぬぬぬぬ、こっち向くな、こっち向くな、こっち向くんじゃない、飛ぶねー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 、あっち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 、飲め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 、はあ、受付ドリンク1杯でも2杯でも3杯でも4杯でも、さあ燃やしている間にせいせい、おらこいつ全然切れねえ、よいしょ、うーっ、痛い、はっ、スケルトンがもうお亡くなりになっちまう、えってー、尻尾ブラブラゆらゆら揺らってる、いっていなくなってる、あれ隠蔽スケルトン、あ、出せないのか、透けられない、これゆらを出すのとぶっちゃけ長期戦でー、ゆらー、おらおら、うんち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 、あいってー、今俺が食らったのか、はっはっ、あ、多分ユラに任せた方がいいんじゃないか、あーそうだよー、すげー燃えてる、そして何かが倒れてるのか分かんないけど、もらってる、来るよねー来るよねー、明るいですね、夜なのにこんなに明るいだなんて、なんて世界は神秘的なんでしょう、んなバカなこと言ってるアホチンコ、あーちょっと待って、飛ぶんかーい、待て、ふい、あちゃちゃちゃ、あれ今くるっと回ったのに遅っ、そうじゃねえだろ、せいせい、なー飛びます、ゆらー、そんなところでぬくぬくっと揺らってねえでさ、ですよねー、くそ、ゆら頼むって、お前だけが頼りなんだ、そう、ゆらの方行け、ゆらの方行け、そう、おらおら、もうちょ、よし、あとちょっと、ゆらって、はっきり追い残った、燃え盛る炎、ずるいって、遠いんだって、俺、馬乗れないんだぜ、乗れないんだぜ、よいしょ、そう、火に夢中になってるって、終わりだ、あと一撃、しれ、よし、そう、燃やせ、燃やしている間に、オッケー、とどめは俺が、違う、俺じゃない、お前が刺すんかい、ゆーらー、まあいいや、とりあえず、勝った、竜の心臓、新しい竜の力が追加されました、やった、竜の左心室をもらったかもしれない、右心室はまだお預けです。これで本編に挑めるということで、今日からストームビル城の方に入っていこうかなと思ってます。一旦じゃあカッツ。
さあ、久々に戻ってきたぜ、ストームビール・ジョー。つうわけで、久々すぎてね、わかんなくなっちゃってんだよな。とりあえず、こっちに行きたいんだけど、すげえいろいろ敵が復活してんのと、この鳥ちゃんがね、めんどくさかったりするちゃんちゃんね。ないんだよな。オッケー。よし。行くぜ。さあ、かかってこいや。かかってこいや。ふーん、せい、せい。おれよっしゃー、きょ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 、この超めんどくさいやつ、この超めんどくさいやつを、なんとかね、一匹ずつね、叩きのめしていければなんとかなるかなと思うんだけど、あとどこ？やっぱね、3話くらいいた気がするんだよな。こっち行ってねえな、そういえば。つ、あっちにいるから、あれ、おびき寄せた方が良さげなんだけど、おー、まあ、夜だからね、それはね、眠いときは 寝ないとね、うん、胆石に、OK。3が欲しい。3があと1個あったら、グレートソードもね、今ね、レベルがあと1個アップできるところまで来ているから、ちょっと待って、ただね、これ、鳥だけじゃなくてさ、他のやつもいるっぴかもしれねえんだよな。よいしょ、返り討ち、たまらんねえ。はっはっはっは。で、プラン用の羽根、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 お互いに、お互いに、お互いに攻撃が下手くそだった。で、よいしょ。無駄な殺傷はせずに、黄金ルーン、なんかある、お邪魔し、ほかれ、え、なんか超セクシーでエロいお姉さんがいるんだけど、ただ目がいっちゃってる。風と共に行く遥かなる、こう俺が入ってきても何にも言ってくれない。で、どうした、お、お前は、私ブルーホースでございます。ああ、ですです。どちらかというと、ゴドリックをぶちのめしに行こうとしてる。ネフェルタリビビビビがいた、青い髪はそういうことか。そういう人も ひどいものですね。ああ、そうだよね。ひどいね。ゴドリック、つぎきなどと、君主の主語、風が喜ぶ。いやあ、まあね、砂の実だもんね。それはね。まあ、でも水かけたらなんとかなるよ。いいの、やった。やったー。ってことは、これはあれだね。お兄さんだけじゃなくて、このお姉さんも呼ぶことができるってことですね。ネフェルタリービー、めっちゃくれるやん、4個。で、あ、やった。これ黄金出資？やった、黄金出資。で、めっちゃなんか、あー。わー。わー。どうしようかな。ちょっと待ってね、装備。ちょっと遠距離かな。ほいほいほい、すん、にまずはあいつからすんすん、あ、バレてる、超バレてる。はい、終わり。ちょっといらんやつをね、始末していくっていうこと大事だからね。あ、くそ、オッケー。あー、盾を構えるんじゃない、盾の構えが解けた瞬間に今です。オッケー。あ、なんて飲んだ、なぜ飲んだ、ホワイ飲んだ、あれ俺 R おっしゃった、あーバカだれだね。まあそういうこともあるよね。よし、オッケー。違う、グレそう。で、あいつは、あー、でもまあ正面突破だよな、結局な。さあやってやろうじゃねえか。え、バレてない、うん、バレてるよね、みなぎるよね。せい、甘いよいしょ、お尻へえ、すげえ、20% 多めに渡しておりますっていう感じか。じゃあ中に、あれ、あいつ、あ、違うね。あいつはただのと、え？え？もしかしてだけど。わー、もう5ドル、もう5ドルの？マジか。もう5ドルか。なんか今行っちゃっていいのか。待って、待って。
ちょっと待って。待って。はい。なんかいた？ああ、つぼつぼか。これ敵？敵だー！おお、つぼつぼの実。マジか。よいしょ。よいしょ、危ない。あれ？リムグレイブで出会ってこいつら味方だったのに。こいつらっていうか、こいつしかいねえけど。ほい。敵になっちゃったのか。てかあいつは助けてあげたからで、本来はお前らついて、あ、やった、秘密壺。これでなんかあれか、一回一回出せるアイテムが増えるみたいな感じか。生肉団子、めっちゃぬちょぬちょしてそう。で、ちょっと待って、あれボスに挑む前にいろいろと戦うものが、調べるものがいっぱいあるぞ。こっちもなんかあるのか。あ、うなだれてる人がいる。超落ち込んでんじゃん。大丈夫？鼻占いでもする？くくり？めちゃめちゃ落ち込んで、あ、上に 上もあるんだな。もうすげえ、あの言葉がどもってる。喫音症みたいな感じになっちゃってるよね。ほら、あの森岡剛さんもさ、喫音症で、まあまあ今よりもマシになってるっていうかもしれないけど、俺もね、なんかね、喫音症ってわけじゃないんだけど、こう言葉に困った時にいつもなんか同じ言葉というかをなんか繰り返したりとか、こう無駄に言葉数多くして、すげえなんか時間稼ぎしちゃってるっていうような、そういう緊張癖はあるんだよね。あ、違うの、これ、あー、じゃあ戻るか。あれ、これだけ。じゃあもうボス挑むしかないべ。よいしょ。どうしようかな。これなんかどっか登れるところはないのか。ん？ちょっと待ってね。この上へ行けるところはなんかないのか。これよく隠し通路的なのがあったりするべっけど、中っぺね、中っぺ、中っぺ、おな、おまがぺけぺけ。こっちか。もうなんかね、絶妙なところをこう登れたり登れなかったりしないんですね。しないみたいですね。サインだまりー。じゃあ行くしかないか。よっしゃー。じゃあもう気合を込めて愛を叫ぼうよ。一旦じゃあ気持ちを込めるためにか。さあ、じゃあ召喚するか。ビビさん、よろしくお願いします。ネフェルタリビビ。素晴らしいお方ですね。さあ、これで一体どうなるかっていうところなんですけど。まあ一回で倒せるとは思わないけどね。だってボスでしょ。ネフェルタリビビが召喚されました。で、二刀流なんかさ、ほら、あの魅惑のめまーいダーンスっちゅうやつがあるじゃん。で、マイティドラゴン、ダーティチューボーン、紡ぎすぎていろんなお手手が生えてんじゃねえか、お前どうなってんだよ。おっしゃ、じゃあ行くしかねえか。でもこれさ、向こうから向かってきてくるんだよね。あれあれ、あ、ね、あ、ビビいた、ビビ頼むぜ。よいしょ。あ、ちょっと待って、強え。体力がめちゃくちゃある。よいしょ。あー、待って、民兵助ちゃんが、民助ちゃんがなんかすげえ、おお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 おダイナミック、ダイナミック、おら、あ、いた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 、よし、逃げろ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 逃
誰かが犠牲になっている間に、はあ、もういなくなっちゃってんじゃん。おし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 、せい、オッケー、いくぜ、だーりゃ、せい、あら、あら、あら、はい、いやお前がこれ最初、なんだ、終わった、あ、わかった、おめえ一体何者だよ。うわー、しかも隠蔽スキルと全然もう無理だし、おーあっちゃ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 、わー、なんかもうトランスフォーマービーストボース、せい、オッケー、おら、よし、今のうち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 、おー、ネフェルタリビビー、頼む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 、あー、やばいやばい、あれが切れてる、あれが切れてる、よいしょー、よ、あまや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 まよし、よいしょ、オッケー、ぬぬ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 、あっち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 、よし、飲んで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 、オッケー、飲んでてよかった、クモン式、はっはっはっ、なんかやってくれてる、なんかやってくれてるけど、なんかやってくれてるけど、あっちのビビー、あ、よし、よしよしよし、オッケー、買ったんちゃう、買ったんちゃう、来た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 、あとはもう、あとはもう、あとはもう無限攻撃、無限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 、あってて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 て、ビビ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 ビ、よっしゃー、あー、俺の勝ち、あ、すげえ、初見プレイだぜ、これ初見プレイだぜ、お前みたいにバルマジアに誰が負けるかって言って、こっちはアラバスタ王国の女王様だぞ、ダメんじゃー、ララ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 ラ、うわー、勝った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 、ありがとうビビ、どうだ、もうここでここで一発切ってください、なゴドリックの大ルーン、なんか めっちゃお金もらえるとか、そしてなんかすげえ逃げるんだけど、消えた、破片の君主を倒して得た大ルーンは恩恵の力を失っており、真珠、ん、ワッツ、あ、とりあえず開いとこう、呪腕、ああ、俺もあのドラゴンのお手手左手につけたかったな、でこれがサイキックパワーだっつって、サイキックパワーじゃねえや、なんだっけあれ、あのサイクパスじゃなくて、あのなんか左腕がさ、あの剣になっちゃったやつ、なんかいる、なんかめっちゃ踏みつけてる、めっちゃブチ切れてるやんこいつ、どうした、哀れなものだ、あ、君主、あ、君主ボコボコだ、めっちゃ笑ってる、これ敵だったっけ、人をさんさん、こう次についてこの様か、あれこんなところにあれか潰れてんだ、めっちゃ切れてる、なめく、ああ、なんだ、あれか、あの、折れた杖でやったら、あの、ずっと口からなめくじゅう出す系を、男子か。話しかけよう。ああ、勝ったから、おい、これはあれかな、俺に対してビビり散らかしてるってやつなのかな？ガドリック。なるほどね。うん。因果とは関係あるものだな。あ、めっちゃこっちに視線向けてくれる。見にくい。もう君主様にどれだけひどい目に遭わされてきたってところでね、もうボロクソに言いますやん。そして笑い方ゲス。購入する。なんか買えるの。なんだこれ。エロい。セスタス。盗賊の腕巻き。鍵指遺跡。アイテム制作。まあでも今のところはいらないかな。オッケー、ありがとう。ただの商売野郎になり下がったなこいつ。よし、じゃあまあここは多分ボスを倒す場所だから、その他にアイテムが特にあるわけじゃない。今危なかったな。よし、じゃあまだ時間はなんだかんだ言うてもあるから、じゃあこの続きやっていきましょうか。
とりあえずオープン。ふんぬらばおら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 、おーおお、君主様のてって、ここで敵がボリンって出てきたらすげえビビ、わあ音楽。こっちは何かあるかな、何かあるかな、何があるんだい。あれちょっと待って、あれなんか攻撃ができないんだけど、そういう場所なのここは。神聖なる場所がゆえに攻撃など禁止でございますってか。あ、ジャンプはできるんだ。あ、なんかある。え、でもこれでさあ、あ急に攻撃できるようになった。何だったんださっきのは。なんかいる。飛び降りてしまったら良くない気がするよね。こあれでも飛び降りるのかこれは。降りると、あー橋があったよー。投げキング、しゃぶりりの、え、超絶イナバウア、ミコス、あミコス、あなたどこにいるだすって。あ、私のブドウ、もうセクハラなんよ。こっちの方に行くのか。あの椅子に座ることでこんなことをしている場合じゃないみたいななったりする。たっ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 た。わあ、え、湖のリエに。わあ、ま、新しい場所に来たところのかな。え、どうしよう。あ、新しい NPC がいる。ハロー。お姉さん誰？あ、モモクちゃんなんですね。ハイータ。彼方の灯火を探しております。それでぶしつけのお願い、あ、いいですよ。めっちゃ持ってる。でもそんなものよりももっといいブドウがあるんだけど食べてみないか。OK。そのブドウを食べると目の奥に彼方の灯火を感じるのです。ビビの巫女。はいはいはい。あなたの使命。あ、どうぞ。じゃあ開けましょう。ありがとう、伝えたくて。あ、結構サイズ感はあるかもしれない。こういう服装だとさ、これ締め付けられてもするから仰せのままに指示に従いますってか。 God bless you、 ありがとう。じゃあこの湖のリエーニエっちゅうのが新しく行く場所なのかな。わー、なんかあっちにもいろいろ当たるけど、とりあえずここ開かないことにはだもんね。とさ、そのさ、なんかあの神獣と五加護みたいなやつがさあるっていう話を聞いてたんだけど、それは行かなくていいのか。わあ、でもな、新しい、なんか今壊した音が聞こえたぞ。イリスの教会、なんだこれは。え、聖杯の雫。あ、聖杯の雫じゃん。え、ルーン、はい、代わりにそれを教えたっていいんだ。じゃあジューン、あ、いいよ、ジュールーン、はい。トンプス、バスケット選手はトンプソン、もしくは約束通り魔術を教えよう。もっとも大した魔術は知らないんかい。じゃあ魔術を学びましょう。杖、横に広がる小さな、いや別に全然いらないですね。まあ、すまないね、おめぐみは大した魔術を教えられない。あ、そうだ、せめてものからこの地について、私の限り、ここから北に水面、いや、じゃあ水面に高くそびえる建物が見える。だが学院はもう閉ざされて久しい。破断なのかこれは。もうなんかこう漢字が難しすぎるんだよな。中世ヨーロッパのなんかそういうのが好きな人からしたらさ、簡単すぎる漢字にできるとかって言われそうな気がするんだけど。そしてその封印は今もまだ残っている。鉱石、うん、封印の、あー、呼び飛ばしちゃった、戻れないんですね。なんかいっぱいある。で、だからお前さん探しなはれ。学院に入れない学院と黄金樹の王都にも至れるのだから、そしてもしお前さんの分の他にもう一つ言ったらいつでもいい。お前さんの全てが終わってからそれを譲ってくれんかね。お前、魔術を学ぶのに金も取るし、あれだな、セレンさんにも推薦してな、それはすごいことだ。知ってるとも、彼女は始まっての再演だった。私など遠くから見ることしかできなかったよ。遠くに飛ばすことしかできないってか。で、あまたの、うん、とても信じられることだった。あのような可憐な術がそんなことをするはずがない。まあそれはちょっと知らないんですけど、ここはまあまあと言ってもあれだもんね、祝福が近すぎるからさすがにあれだな。で、なんかこの辺とか行ったらさ、なんか下から蘇ってきそうじゃないだよね。
だよね、いっぱい来た、いっぱい来た。ほい、あ、ちょ、スカスカスカ。おお、強い。一撃じゃ死なない。おお、爆発してる。え、てあれ？だからなんで武器を勝手に外すんだ俺。いいおっしゃってたっけ。これで死なないよね多分ね。あ、ですよね。よいしょ、オッケー。108、あー、尺8か。尺8加えてピーピュロロってか。オッケー、じゃあまだ多分ね、そんなにね、30分も録画撮ってないのかもしんないけど、一旦このあたー下になんかいいのかな。まあ新しいところも行ったし、ちょっとまだね、お城ちゃんと調べきってない感じもするから、とは言いながらも先に進んでいかない限りにはね、どうにもならないので、一旦この辺で終了とさせていただいて、あのなんかその大ルーンのなんちゃらかんちゃらみたいなのも多分やらなきゃいけないと思うから、それはちょっとね調べて、あれかな、ヨウオオカミ、わおわお、あ、いてわお、やばい、喧嘩売ったら怖いって。この世界の狼、喧嘩売ったら怖いんだよ。あいつかな、あれ見えなくなった。おーおーおーおお、いっぱいいる。いつか行き止まりにたどり着くと思いきや、ちょっと待って、もうそろそろ終わろっかなと思ってたのに、なんかすげえゴリゴリに怖いところ行ってるんだけど、こんなところで終わりたくないな。まあ、どっかで祝福があれば、なんかファーンって聞こえた。どっかにスカラベーがおる、スカラベ。あれでも、あれだな。ん？あ、いた、スカラベ。スカラベイ！オッケイ！さらに、嵐の壁。嵐を呼ぶ5歳児ってか？クレヨンしんちゃん。あー、なんかダラダラやっちゃってる。よくないな、よくないんだけど、行かざるを得ないというか、でもここはさすがに無理だよね。嵐の丘。あれ、じゃこれ戻ってきてる、もしかして。よく分かんない状態になってきたな。おー、まさかのデッドエンド。じゃあ、キリがいいし、終わろう。またね。